メンバーセレクト。中尾ルール。私にお任せください。出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくは、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カス殿。ねえナコルル、今度は何の世界に来たの？ククリさんの生み出した青春世界のようです。私たちはそこに閉じ込められてしまったようですね。夢の世界みたいな感じかな。そんなことよりキッチン探そうよ。まずは腹ごしらえしないとね。スネマジンさんの術中にはまってしまったようですね。
だか冒険って感じがしてワクワクしてきた。とそうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。行くよ、ママ母。かかってらっしゃい。レディー、ゴー！かかって！ねえな。はい！そんな。はい！かかって！そんな。お願い、ママ母。ねえな。ジェムラ。早く砂魔人さんを見つけ出して捕らわれた方々を助けないと。行くよ、ママ母。よろしくね。レディーゴー！お願い、ママ母。これを入れ。ごめんなさい。ジェムラ。そんな。ごめんなさい。冒険者ムイムイの伝説。あー、でも冒険者より勇者の方がかっこいいよね。
ふんふんふんいくよ、ママ母。集え、空を愛する者たちを。レディーゴー。ポイザン、これでおしまいです。シクルーの嗅覚で後を追えばもう少し楽なのかもしれませんが、ここまでは予定通り。残り二人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトさせる、エクスプロハイボクシャはエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。抜け、叫べ、震え上がれ、オープンミューゼック。出たな、魔王サンデルダーク。
正義の鉄拳をお見舞いしてやる。あと何か食べ物ない？サンデルダーク？いいのいいの、ノリだよ。あいつは私がやっつけてやる。行くよ、ママ母。先に没せよ。レディー、ゴー。あっ、やっぱりです。おさえ。俺様が負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。サンドオーミュージック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 。こんなことはポツン。